っぱい歌って踊っちゃおうね。あが、みのりちゃん、どうしたの？ルカちゃん、みんな、私、わかったの。今の私にしかできないこと。だから、お願いします。私にアイドルとしての心得を教えてください。みのりちゃん、ふふ、いいわ。それなら今日はランプの前にステージの上で練習しましょうか。みっちゃん、いいかしら？もちろん、みのりちゃん、一緒に頑張ろうね。ありがとう、頑張ります。そう、2階席のお客さんにも見えるように体を大きく動かすのけど、指の先まで意識してね。はい。あ、ごめんなさい、振り間違っちゃった。大丈夫、そのまま続けて。間違っても笑顔でいることが大事よ。みのりちゃんが笑顔でいるだけでファンのみんなは安心するの。あ、そっか、はるかちゃんも言ってた。見ている人を不安にさせちゃダメだって。みんなを笑顔にするためには私も笑顔でいなきゃダメなんだ。もう一度お願いします。いい感じよ、みのりちゃん。ちゃんと一緒に客席で見てたけど、みのりちゃんのダンスとっても素敵だった。ああ、ありがとう。あの、ライブ配信までの間またレッスンしてもらってもいいかな？ええ、もちろん。本番まで一緒に頑張りましょう。私たちもできることは努力するよ。この前より体の使い方が上手くなってるね。ミスも減ったし、細かい演技もできてる。ええ、一緒に踊っていても感じたわ。それに、みのりちゃん、踊っていてとっても楽しそう。この調子なら、週末のライブ配信もうまくいきそうね。もう少しで仕上がりそう。みんな無理はしないように頑張っていこう。うん、もっともっともっと頑張るね。それじゃお疲れ様。また明日ね。うん、気をつけて。バイバイ。ねえみのり、予定がなければ一緒に帰らない？え？最近練習の後予定があるからってすぐ帰ってたでしょ。だからたまにはって思ったんだけど。もちろん私毎日でもはるかちゃんと帰りたいな。大げさだな、みのりは。じゃあ行こうか。すぐライブ配信だね。うーん、すっごく緊張する。でもみんなでステージに立てるの嬉しいな。私もはるかちゃんたちみたいなアイドルになれるかもって。もうみのりったら、何度も言ってるじゃない。みのりはもうずっとアイドルだよ。そうかもしれないけど、私はまだアイドルとして何もできてなかったから。それに
この前の配信も失敗しちゃったし、次こそ見てくれてる人のためにも頑張りたいんだ。みのり、あの時はごめんね。みのりも落ち込んでたのに厳しいことを言っちゃって。え、なんではるかちゃんが謝るの？だって失敗しちゃったのは私なんだし、はるかちゃんは全然謝る必要ないよ。でもそれにね、最近わかったの。こんな私にもできることがあるんだって。だからライブ配信は絶対に成功させたいんだ。みのり、なんだか変わったね。前よりもアイドルとしての自信を持ててるように見えるよ。え、そうかな。なんだか恥ずかしい。実はね、少し心配だったんだ。あのコラボ配信から少し頑張りすぎてる気がしたから。あ、心配かけちゃってごめんね。でも私、みんなに追いつけるように頑張りたいの。はるかちゃんとみんなと一緒にアイドルとして希望を届けられるようになりたいから。まだ心配かけちゃうかもしれないけど、信じてほしいな、みのり。みのりらしい。え、私らしい？うん、私はみのりのそういうところに背中を押してもらったの。きっとみのりならできるよ。一緒に見てくれる人たちに希望を届けよう。うん、ありがとう、はるかちゃん。みのりちゃん、今日のレッスンお疲れ様。お疲れ様。みんな、練習に付き合ってくれてありがとう。ルカちゃんたちのおかげでバッチリ踊れるようになったよ。よかったわ。でもそれは、みのりちゃんがファンのみんなのために一生懸命頑張ったからよ。本番も、今の思いを忘れなければ大丈夫。きっとみんなに、みのりちゃんの思いが届くはずよ。頑張って、みのりちゃん。私の全力のライブ、頑張るよ。ルカちゃん、みーちゃん、ありがとう。ウォーマージャンプ、初めてのライブ、絶対に